ンポン。いわゆるストレートな質問来たこれですね。おっとっと、拙者来たこれなどとついネット用語が。まあ拙者の場合、春日好きとは言っても、いわゆるラノベとしての春日でなく、メタ SF 作品として見ているちょっと変わり者ですので、ダン・シモンズの影響がですね、ついマニアックな知識が出てしまいました。いや、失敬失敬。まあ萌えのメタファーとしての中戸は純粋によく欠けてるなと称賛できますが、私みたいに一歩引いた見方をするとですね、ポストエヴァのメタファーと商業主義のキッチュさを引き継いだキャラとしてのですね、朝日奈ミクルの文学性はですね、おちょっと拙者これではまるでオタクみたい。拙者はオタクではござらんので。ここを何よお前、コポ、それ返答。ドプホ、アカリシを拙者と春日談義しませんか。いや、いいよ。これ違うやつ。ああ、これはわざとですよ。アカリシを試したまでです。よく見破りましたね。本物は、こっち。よりちげえよ。ゆかりし、ゆかりし、すずみやはるひ、ほんつけたコポ。なんか語尾侵食されてんな。春日来たこれ。来てねえんだよ、ボケ。ふひひ、アカリシは春日知らないでゲスもんな。もはやお前なんだよ。バカ盗んだコポ。それくらい知ってるコポ。コポ。なんかすげえ溺れてそう。ちゃんとくぐったで、これやろコポ。すずみやはひる。なんやこれ、うちも知らんわ。調べてみるか。こんなんはうちらの動画では扱いません。今後絶対禁止。何だったの？知らんわ。調べるの禁止。でもちゃんと調べたの。多分打ち間違い。調べちゃダメ。ゆかりし。おお、青いし。葵ちゃん、持ってきたでござるよ。すずみやはるひ。これが、本物でござる。おお、ちゃんと本物や。さすが葵ちゃんやな。よかったよかった。やりますね。いや、なんも良くなくね。